スマートマスター資格試験対策講座。ヘムズ機器と通信規格についてお伝えをしていきます。家電コンサルタントの大岩敏行です。はい、じゃああのここの部分で大事なあのポイントですね。こ,このエコネットライトというものです。じゃあエコネットライトってまあ、ほとんどの方がね。携わってないと聞いたことはないと思うんですが、あのエコネット。 コンソーシアムが通信プロトコルなんですよで、まあ、あの通信のことなので細かいところを追っていくと本当 IT のこ、ね、細かい話になってきますがヘムズ機器をつなぐためのこうなんか通信するための、ねまあ、方法というかこう法律法律法律ではないですねヘムズ機器とこれスマートメーターとつなぐためのものだと思ってください。 実際にこのエコネットライトというものは ISO 格お及び IC e 規格として国際標準化されています。ただ国際的にもちゃんと標準化されているものです。きちんとしたものですあの。このメーカーでしか使えないというものではございません。はい、でこのエコネットライト規格っていうのは OSI 参照モデルの第5層以上です。まあ、これちょっと後ほど説明しますが IT とかに携わってないとちょっと。 ピント来なないいかもしれないので簡単に後ほど説明しますであの会の通信仕様に依存しないでありますが例えば有優先欄使ったり w i f i 使ったり、まあ、今 Bluetooth あと Y3 っていうのがあるんですけどこれをいろんな方法で通信を可能にしてるんですで通信には IP アドレスっていうのを使用してますですのでこれ一緒ですよね w i f i 例えばスタバでインターネットするとかねこう会社でインターネットするっていうのとまあほぼ同じ ことなんですでこの OSI 参照モデルってこの IT 業界とかあの IP アドレスこの情報処理の試験なんかで、ね、必ず出てくるんですがまあここ下側に1番にいきますけど12345なす5層以上っさっき言ったのでここより上で使ってるのでここは決められてないんです。ほとんどのパターンってここに 例えばネットワークはうちはこういう通信を使うのでって決まってるんですよ。ということはその通信を使わないと使えないので他のものとはつなげなくなってしまうんですがこのエコネットライトに関してはここの部分だけを作ってるのであとはお任せしますと,ということなので IP アドレスを使った通信に乗っけることができるってことなんですね、はいで。その中でもフルエコネットライト機器、まあ、機械ですね。エコネットトライ 等というこの変物を使った。さっきは通信ですけども、これは機械の方です。で、このフルって書いてあるだけなので、まあ、ソフトウェア機能が全て内蔵されているものなんですが、あの機器本体とアダプターに分離して構成するシステムもあるってことです。基本的にフルなのでねまあ、全部の機能が入ってるんですけど、試験にはやらしいのでアダプターに分離して構成するシステムはないとか言って出てくるんですけど、まあそういうアダプターと分離してて構成するシステムもありますよ。ということです。 で今度エコネットレディ機器というのがありますがこれはね本体に持たないんですこれはもう客に対応したミドルウェアアダプターを返さないといけないのでこれをまあ使ってコントローラーに接続するっていうのがあのレディ機器ですねはいでこのエコネット AIF ってありますが1 0 8機器、まあ、一応これ覚えておいてくださいここ細かく問われるという ことも減ってきましたけど、まあ、要はこの重点8機器とヘムズコントローラーをこれベンダーが異なったりするんですけどこれはもう相互接続性を確実にするためにこのエコネット AIF っていうのを使いましょうってことなんですでもすごいですよねこれね全く違ってもこう相互接続しましょうってことなのでねでこれ重点8機器ってスマートメーターですあの電力のこう、ね、通信するもので太陽光発電で蓄電池 蓄電池もこれからどんどんん主流になってきます燃料電池、まあね、EV、これ電気自動車、エアコン、照明、まあ、給湯機器です、ね。まあ、照明というのも、ね、家の中では欠かせないものですね。あと、給湯機器とかね。まあ、これちょっと覚えておいてください。はい、でこのエコネットの、ね、ライトの認証をするんですが、例えばエコネットライト企画、ね、エコネット規格機器をまあこう作る場合にね。 この場合エコネットライトの企画の機器作る場合はこれ試験機器に適合しているかどうか試験を行ってこの試験結果をエコネットコンソーシアムが認定した認証機関に申請するんです。これれだから結局あの申請すればいいんですすすね適合してていいるか試験を行って申請すればいいんですでもさっき言ってたこの AIF いろんな機器と1点8機器とつなげるっていうのはこれは大変なのでこれは大変なで 認知症試験を認定試験機関で行わなきゃいけないです、こちらは。だからこちらは自分でやって申請してもだめなんです。それはそうですよね。全然違うものとつながらなきゃいけないんでね、ちょっとここを覚えておいてください。はい、でそしてエネルギー計測ユニットっていうのは、これ CT センサーっていうものを計測します。で、このよく出てくるのがね、このエネルギー計測ユニットをつけるんですけど、これね、 計量法を満たしてないのでこれがあればスマートメーターいらないんじゃないかということがあるんですがこれねちょっと誤差があるんですよ少しですのでスマートメーターのような正確な数字は出ないのでこれではあの電力の計算には使用できないですねはいでこの CT センサーを取り付けるんですがこのこ,こありますよねこう分電板配電板っていうこれこうありますがここにつ、まあ、けるんですけどもこれ工事はね電気工事士の資格がもちろんいりますよこれここはね でこれ向きも正しくたどりつける必要がありますよということです。はい、じゃあちょっとここからあの過去問をちょっとね説明をしていきますがあの皆さんちょっとなるほどこんなもん出るんだとちょっと考えてみてください。はい、じゃあ問題1です。エコネットライト企画の技術内容は ISO および IEC にはまだ企画登録されていない。これどうでしょうか これは国際標準化されてますよというお話ですじゃあ次ですねはい問題2エネルギー計測ユニットに使用する CT センサーは誤差がなく電気料金の計算にも使用できるこれどうでしょうかはいこれ間違いですねこれ誤差があるのであの精度がないんですよだからあの 電力会社はこれは使用できないですねスマートメーターの代わりにはねはいじゃあ次いきます問題3エコネットライト AIF 認証は異なるメーカーの機器間の相互接続性が必要となるが認定試験機関で試験をする必要まではないとどうでしょうかはいこれ間違いですねあの認証試験を認定試験機関で行う必要があります これ、ね、これ AIF 認証なのでね、これは必要あります。はい、まあここまでの単、この単元は以上となります。ありがとうございました。